はいどうもこんにちは、くらいです。よろしくお願いします。さあということで今回は本日12月6日の更新でやってきましたスピリーグ E ペナントレース開幕記念10連球団別スカウトのパリーグ編ですね。はい、こちらをやっていきたいなと思います。ってことでまずはですね、動画の本編に入る前にスピリーグ開幕戦ですね、たくさんの応援本当にありがとうございました。まあ一応ね、開幕戦終えて生放送とかはしていたりとか、あとは昨日の動画はね、ちょっとスピリーグの開幕戦を迎える前にストックで撮影していたものだったので、スピリーグ開幕戦終えてね、撮影する動画はこれが1本目ということで、ちょっと冒頭でね、感謝の方をね伝えさせていただこうかなと思います。本当にありがとうございました。まあ結果はですね、本配信の方を見ていただければと思うんですけれども、無事ですね、僕自身としての、開幕戦勝利、そしてチームとしての勝ち越しをですね、することができました。まあ本当にね、いいスタートが切れてまずは良かったなというところが一つなんですが、まあまだまだね試合は続いていきますので、来週以降もですね、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。ってことで、まあ、今回はそんな話もしつつですね、パリーグの方、来ましたのでこちら回していこうかなと思います。さあということでですね、ガチャの方に入っていきたいと思うんですが、まあ、パリーグは普通に順番通り行きましょうかね。はい、行きたいと思います。じゃあまずはソフトバンクから行きましょう。ソフトバンクに関してはそうですね、どこを狙おうかな。モイネラ選手とかちょっと欲しいかな。去年のねベストナイトタイトルホルダーのものから継承できてないので、ここちょっと欲しいかなっていう感じですね。はい、じゃあ行きましょう。球団別スカウト、ソフトバンク、まだまだしていきたいと思います。いやーでも本当にですね、スピリーグ開幕戦、皆さん見ていただけましたでしょうか。本当にでも、結構ね、もともと僕自身、そのいろんな動画でスピリーグの話とか、事前からしていたと思うんですけど、そのコメント欄の中でもね、あんまりぶっちゃけ興味ないよみたいな、まあコメントとかも、まああったりしていたんですけども、実際そのコメントをされてた方がですね、まあ、そのスピリーグ開幕戦を終えて、もう感想がガラッと変わりましたと、めちゃめちゃ面白かったですみたいなコメントも、していただいたりとかもしていて非常に嬉しく思いました。まあ、普段ね正直リアタイあんまり興味ないよっていう方も多分ね今までの大会とまた違う感覚で見れると思うんですよね。今までってスピちゃんとかって、まあ、個人の戦い、個々の戦いで、あとはもう各々も、使いやすい選手を、存分に使うっていうところがね、まあ見どころの一つだったかなと思うんですけど、今回は本当にその純正で戦う、まあ、その球団の選手限られた戦力だけで戦って、でなおかつチームで戦うっていうところなので、まあそのね、団結力っていうところであったりとかチームの雰囲気だったりとかね、まあ、あとはその限られた戦力で戦うっていうところも本当に、見てておもろいなっていう、普段なかなかねリアタイの大会とかで見ることのなかった、まあ、普段ランク戦とかでも見ることのない選手が、活躍しているところとかもね見れるいい機会かなと思うので、まあ、よければですね、まあ、先週見れなかったよという方はですね、今週の試合土曜日の試合から、ぜひまた見ていただければと思います。まあ、あとアーカイブもねぜひ見ていただければと思います。ということで、ソフトバンク確定いきましょう。はい、おー石川修太選手、ありがとうございます。オッケー、石川修太選手全然プロスピ関係ないんですけど、エイペックスめっちゃうまいらしくて、いつかなんか機会があれば一緒にやりたい。さあ次、千葉ロッテガチャ行きたいと思います。ロッテは誰行こうかな。てかロッテのスピリーグの選手たちめちゃめちゃ素晴らしかったっすね。僕も昨日パリーグの試合は、まあ、見れてる試合と見れてない試合があったんですけど、いやロッテの選手たちめちゃめちゃすごかったっす、マジで。あの戦力を誇るソフトバンクにね3立てしてましたんでね、ぶっちゃけソフトバンク3立ての流れかなと開幕前は思ってたんですけど、いやめちゃくちゃ強かったっす。はい、ってことで、ロッテは誰狙おうかな。まあ増田選手とかかな、無難に。増田選手も継承したいし、小島選手とかって能力どんな感じだっけ。あー小島選手もまあ悪くないな。まあ純粋にロッテは全然通常が取れてないので、まあその辺狙いましょうか。あとは A ランクとかもねあんまり集められてない選手とかも多いので、その辺を狙いつつという感じでいきましょう。でこの方に関してのね、まあ、回すべきかどうかっていうところはセ・リーグ編で解説をしているので、まあ、ぜひ見てもらえればと思うんですけど、でも結構ねいい引きしてる報告とかも多くいただいてはいるんですよね。何よりやっぱり純正の方は特にこの確定外で S ランクが出た時点でもう絶対に自チームの選手が来るっていうところなんで、まあ、そこの旨味がやっぱりあるかなっていうのと、まあ、あとは500エナジーで回せる手軽さ、まあ、手軽さって言っても500円の時普通に高いですけど、まあでも純正の方からするとね、なかなか、まあ、こんだけいいガチャはあんまり来ないので、純正特化っていう部分で言うとね、そういう意味では、まあ、回してもいいのかなっていうふうには思っています。あとは12球団でやってる方もピンポイントにね、球団の強化しやすいガチャだと思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、その検討していただければと思います。前回は確定以外は1枚か2枚だったのかな、120連全球団回しで、そんな感じだったんですが、今回はどうかっていうところを、まあ、また試していきたいなと、思っております。さあロッテ20連目告白定でございます。ロッテのねスピリーグの選手たちがなんかオリジナルガム作ってもらってたんですよね。まあまあロッテだから、親会社がロッテだからっていうところだと思うんですけど、普通に羨ましい。あれ選手たち試合中噛んでるのかな、なんかその辺はあんま分かんなかったけど。さあ
確定1枚。誰が出るか、誰が出てもニュー。おー、田村選手、オッケー。さあ、ということでライオンズですね、西武いきたいと思います。西武に関してはそうですね、誰狙おうかな。まあ、増田選手とかちょっと欲しいかな。増田選手、あとおかわりくんとか欲しいかな。高橋光成選手どんな感じだったっけ。あー、高橋光成選手もありだな。はい、さあ、ということでいきましょう。西武、でも西武の皆さん本当強いっすね。特にソーニス君、畑野選手めちゃくちゃ強かったし、あとは1戦目のね、渡る選手もうよう勝ちましたね。うん、相手メリッサ君だったんですけど、あの3点ビハインドの展開をひっくり返すのは普通にシンプルにすごい。ということでいきましょう。西武は確定外出てほしいな、そろそろ。はいはいはい。まあ、あとはね、来週スペリーグまた追加選手、追加で使える選手たちが入ってくるので、まあ、それがね、木曜日に選手が多分追加になるんですよね、ゲーム内で。ゲーム内で追加になるので、多分そこが使えるようになるのかな。そこまでと、あと昨日じゃない、前回のあのエースワークの追加というところが、多分追加選手ってなるんですけど、おー、松本選手かぶり。DeNA はあんまりね、多分オーダー変わらないんじゃないかなっていうのが個人的な予想。なんかしら中継ぎとかでね、強い投手とか入ると、あー、やべえ、楽天引いちゃった。いいなっていうところであるんですけど、ちょっと楽天狙い上げる前に流れで引いちゃった。さあ、楽天は今誰かな。松井裕樹選手の新しいやつとかちょっと気になってるんですけどね。まあ、マー君がこの間ドラフトスカウトでね、いい引きができたので。まあ、ただマー君な、 A ランクが今2体持ちするのであれば全然足りなくて、もうちょっと侍ジャパン継承しようか迷ってるんですよね。という点ではここでマー君の S ランクかぶりでもいいんだけどね。 A ランクまだ今シリーズ2でマー君出てないんで。さあ、まあ、そのマー君も残留が決まりましたが、はい、ドン、茂木選手の A ランク。めっちゃ福山さん出た。楽天はそうっすね。あ、早川選手欲しいわ。早川選手と欲しいな。あとは、まあ、マー君の幻突用かぶり欲しい。称号用もないし。って感じですね。マー君だったら全然かぶっても OK。いきましょう。20連目。確定外そろそろ出てもいいような気はするが。まあ、A ランクとかでもね、ちょっと特訓の餌もかなり。まあ、セリーグ最強決定戦、パリーグ最強決定戦と、あとコストリーグのね、最強決定戦が今日から始まっているんですが、今回正直あんまり、おー、浅野選手、ただこれもかぶりか。オーダーはね、作り込めなかったんですよ、ぶっちゃけ。まあ、ちょっとスピリーグの準備とかもあったんで、っていうところもあったんですけど、一応セリーグで出てます。はい。ただそのオーダーもね、一応ある程度仕上げるために、特訓の餌とかもまた結構使っちゃったので、集めておきたいですね。はい。ということで、日本ハムでございます。日本ハムは誰狙おうかな。野村選手ちょっと欲しいかな、個人的に。めちゃくちゃ。うん。使ってみたい、野村選手。将来的にもめっちゃ期待してて、A ランクもだいぶ集めているので、多分限界突破5回は絶対いける枚数取ってあるんでね。うん。ぜひとも手に入れたいなと思っております。あとは池田選手とかも結構強そうじゃなかったっけ、確か。ツーシームフォーク縦スラ、スラカットですよね。いや、これ普通に強いと思うんだよな。で、タイピンでしょ。この辺のね、なんかあんまり人が使ってないピッチャー使いたいんですよね、結構個人的には。うん。というところで、日本ハムその2選手を狙っていきます。いやー、でも初戦、スピリーグの初戦に関しては、まあ、生放送でもね、いろいろお話をさせてもらったんですけど、結構ね、僕自身のまず最初の初手のギャンブルは先発を今永さんで行ったってところなんですよね。あそこがね、結構まあ個人的にはギャンブルで、多分定石通り行ったら、まあ、ロメロ選手っていう予想が大方だったかなと思うんですけど、そこをあえて使わずに、お、野村選手の選択来た、今永さんで行くっていうね。だいぶ刺さってましたもんね、今永選手。まあ、なかなかランク戦でも見ないし、また超高速フェードになった時にシンプルに今永さんは、まあ、僕自身もスピリーグの予選でなかなか序盤打てなかったりもあったんでね、猛者対決した時にもう普通にお互い投手戦になったりとかっていうのもあったので、まあ、その辺は、まあ、ある程度の自信はあったんですけど、まあでも打たれ出したら止まらないっていう可能性もあったんでね、まあ、結構ギャンブルであったんですが、まあ、そこはうまいことハマってくれたなっていう感じですね。ただ次節以降はまたちょっと研究もされると思うんで、その辺の戦い方はまたね、いろいろ、まあ、チームメイトと相談しながら考えていこうかなというふうに思っております。さあ、お、池田選手の A ランク嬉しいからの確定、池田選手来い。わー、わさわさん、まあ、わさわさんも嬉しいから庭持ってんだよな。まあ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 、オッケー。ってことでラスト、オリックスですね。オリックスは誰狙おうかな。オリックスは、オリックスってか、スピリーグ監督ガチャの、ヘッドコーチでね、佐藤達也選手が入ってて、佐藤達さんが出るんですけど、佐藤達さんめちゃめちゃ強そうだったっすね。うん。投手の中で言ったら間違いなく今回のスピリーグ監督ガチャで、絶対1番手ですね。というところであるんですが、オリックスは、宮城選手ですね。宮城選手狙います。はい。宮城くんがめちゃくちゃ欲しいです。
じゃあいきましょう、まあ、あと宗選手もいいな。宗選手ベストネタイトルホルダーゴールデングラブ獲得したんで、そこでも絶対出るっていうところではあるんですが、その前に、まあ、S ランク A ランク限界突破用に集めておきたいっていうのもある。さあいきましょう、オリックスの10連目てか今日確定外結局1枚も出てないな。100連回して110連目これが、あれ今日110連目まで回して確定外1枚も出ない、結構渋いなそう考えると。はい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 、富山選手の A ランク、OK、さあラストは本日のラストでございます。長らくご視聴いただいてありがとうございました。最後はオリックスの S ランク選手で締めたいと思います。明日からちょっとまた動画リアタイの動画とかもね撮っていこうかなと思ってます。さあ行きましょう。このガチャもうスピリング期間はさすがに来ないのかな、もう来ないか、またぜひね個人的には来てほしいなと思いますね。うん、まあなかなか個人的に面白いガチャだったなと思ってます。はい、ということで行きましょう。確定外そろそろ出てほしいけどね、1枚ぐらい。あれ、おおおお来た、わあ、足立さんかぶり。こないだも足立さん出たよね。なんだっけ、生放送か。生放送でキャラバン終わらせた時に足立さん出たっすね。はい。まあ、しゃあない。まあ、でも2枚出たのは、でかいということで、本日のラストを確定いきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、この動画楽しんでいただけたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、繰り返しにはなりますが、SP リーグも応援していただけると嬉しいです。じゃあラスト、今回、最後にゲットするのはこの選手です。ありがとうございました。